はい、タンタンです。今日はちょっと珍しい、テレキャスターですね、ご紹介したいと思います。フェンダーのテレなんですけれども、セレクトテレキャスターっていうタイプで、2012年製なんですが、2012年に、高級なシリーズとして、作られたセレクトシリーズというのがあったんですけれども、それの中の1本として、作られたモデルですね。こんな感じで、トップのね、フレームのメイプルもかなり綺麗なこういった材料を使ってますし、バックの方はアッシュですね、こういう感じになってまして、見た目の雰囲気も非常にいい感じになっております。で、チェンバー構造になってまして、中ちょっと抜いてるんですね、これ針なんで。で、結構ね、持った感じも軽めかなというような印象です。で、この周りなんかはこれバインディングがついてるわけじゃないんで、これ塗装でやってるのかな、ちょっと分かりづらいですけども、そうですね、塗装で、こうバインディングがあるように見せる、こういった感じの塗装をしてまして、見た目の雰囲気はね、カスタムテレキャスターみたいな感じで、かなり、かっこいい雰囲気に仕上がってる一本かなと思いますね。で、いわゆるヴィンテージタイプのテレキャスターっていうのとはまた随分違った味わいになってまして、かなり現代的に、使いやすい感じに、いろんなパーツとか、仕様が、改良された、そういった形の、モデルになりますね。ですから、アメリカンデラックスシリーズとかね、ああいうものの上位グレードっていうふうに考えていただけるといいのかなと思います。なんで、ブリッジなんかももちろん6点のね、このタイプ、ストロートとかに使っているようなこういうタイプ、珍しいですけどね、こういったタイプの、ブリッジコマになってたりとか、ペグの方もこれロックペグになってますんで、そういった意味で、チューニングなんかも非常に、安定してる、しやすいかなと思います。で、指板のアールもちょっと あんまりアールがかなり緩やかなタイプなんで、ヴィンテージスタイルみたいなチョーキング時の詰まりとか、そういったものもほとんど心配ないかなと。この辺のチョーキングね、一弦なんかをしてもこう音がどうしてもね、あれのきつい昔のタイプだと音詰まりっていうのが出やすいんですけれども、その辺はこう改良したタイプになっておりますんで、結構その辺も使う方なんかは非常に使いやすいかなと思います。でもね、これ専用に作られたピックアップ使ってて結構パワフルで、これが今フロントですね。非常にパワーもあるし、使いやすいフロントピックアップだと思いますね。で、リアの方が独特のやっぱりこう高音域のはっきりしたね、
やすいことになってるんじゃないかなと思います。こういう感じですね。でネックの方も例えばこうヒール、写真の方がねあれかもしれないですけど、ヒールもこういった形でちょっとカットしてあったりして、こうハイポジションの演奏性なんかも非常に、考えられているタイプになっております。こんな感じですね。でネックもね、形状もなんて言うんでしょう、まあ本当普通の U シェイプというか C シェイプというか、そんな感じで、あのいわゆるまあ V みたいな感じのネックではなくて、非常にこう握りやすいタイプになってるかなと思います。こんな感じですね。で、一応このセレクトシリーズにつきましては、ケースの蓋の、あの中蓋のところと、あと、よいしょ、このペグの裏、あ、ペグの裏、ヘッドの裏ですね、のここの部分に、そのセレクトシリーズのこの、バッチというか、こういった模様が両方に入っていますので、まあ、それが特徴に一応なっております。結構ね、あのチェンバーボディでちょっとまあ中ちょっと抜いてるみたいなんで、生音もね意外ともう家でちょろちょろっと弾く分にはもうアンプ通さなくてもすごく、まあ、これでも十分に聞こえるかなっていう印象もありますね。こんな雰囲気ですね、はい、ということでなかなかね、あの数は多分そんなに作ってないんで見る機会も多くない楽器かとは思うんですけれども、今回こういった形で入荷してまいりました。で、ご紹介いたしました、フェンダーのですね2012年製の、セレクトシリーズのセレクトテレキャスターですね、こちらの方、店頭にて販売の方いたしておりますので、ぜひお問い合わせお待ちしております。それではタンタンでした。